こんにちは、ココイストの柏木ココです。今日はココイストのベースジェルについてご説明したいと思います。はい、こちらがココイストで、人気があります2つのベースジェルでございます。こちらゴールドのキャップの方がですね、こちらはメガスティックベースソフトジェルです。こちらはソフトジェルタイプのベースジェルとなっております。で、こちらがもう一つ、プラチナムフィラーベース、こちらはセミハードのジェルでございます。それぞれね、サイズが、20g とか、4g、 それから、ボトルタイプが用意されております。なので、使いやすい形で、ご利用いただけたらなと思います。こちらのメガスティックベースですけれども、こちらソフトタイプなので、どんな厚めの方にもつけることができます。また総交付もとても簡単にできますので、毎回総交付する方はぜひこちらの方をご利用ください。こちらはプラチナムフィラーベースです。こちらはフィルインに特化したベースジェルとなっております。こちらは、セミハードジェルですので硬度が高くなっております。そしてフィルインをする際に削りやすいように、本当にサクサクと削ることができます。はい、両方ともですね、とても密着力が優れております。ただ使い方が多少違うので、後ほど施術をしてご覧になっていただけたらなと思います。まずこちらの、メガスティックの方はですね、柔らかいですのでクッション性がかなりあります。そして例えば爪がとても薄い方とか、非常に柔らかい、水分が多い方、そんな方はまずね、こちらを試してもらえるとよろしいんではないかなと思います。で、毎回総交付をしなくてフィルがしたいという方、そちらの方はこちらのフィラーベース、このフィラーベースは、セミハードジェルですので、フィルがとってもしやすくなっております。ただし、セミハードですので、こちら密着力非常に高いんですけれども、薄塗りで塗ってしまうと、やっぱり剥がれやすかったり、割れやすかったりします。なぜかというと、やっぱり爪自体が、こう、バンディングする場合に、表面の、薄く塗った固めのジェルですと、そこにやっぱり、耐性が持たなくなってしまいますので、こちらのフィラーベース、これはある程度のやっぱり厚みをしっかりと作ってもらった方が長持ちします。それから、どうしてもですね、セミハードとか固めのジェルだと爪から剥がれてしまうよっていう方、そんな方はですね、その中に内側に一層ベースのこちらのメガスティックを塗ってもらってからフィラーベースをつけると、さらに持ちが良くなるっていうお客様も非常に多いので、こちらの2つのベースジェル、ぜひ使い分けてみてください。はい、そしてこちらのプラチナムフィラーベースですが、フィルをするということは、前回のジェルを残しながらフィルをしていきますので、長時間爪にのせていることを考慮して、こちらプラチナムフィラーベースにはプラチナノコロイドといって、プラチナの成分が配合されております。なので抗菌作用が期待されております。はい、それではこちらのココイストメガスティックベースソフトジェルを塗っていきたいと思います。ベースジェルを塗っていきたいと思います。もし薄付きでもうすごくナチュラルに仕上げたかったら、このぐらいの一層塗りで、もうその後カラーとトップに進んでも大丈夫です。ちょっとしばらく置いてセルフレベリングで少しプルンとしてきたら、はい、ライトの中で硬化します。はい、量はね、このくらいだと思います。はい、そしてもう一層塗って、これは総交付を前提にしておりますので、そんなにたくさん乗せてフォルムを作る必要はないと思います。はい、このくらいの厚みだと思います。もしね、先端に溜まっているところがあったら、ちょっとだけ筆で後ろに戻してあげる。すごくね、セルフレベリングがきれいにできますので、このくらいの厚みをつけて、ベースジェルが仕上がります。で、ライトで30秒硬化します。硬化ができましたら、この上にカラージェルを塗ってトップジェルで仕上げていきます。こちらはメガスティックベースジェルで、総交付タイプのベースジェルを塗りました。ではこちらの、プラチナムフィラーベースを塗っていきましょう。ボトルタイプを使ってみます。
こちらはね、フィルイン用のベースを作りますので、フォルムをしっかりと作っていきます。まずは、一層は、薄く全体にしっかりと塗っていきますね。こちらの1層目は、こちら、もちろんこちらのプラチナムフィラーベースでもいいですし、取れやすい方なんかだったら1層目をメガスティックベースジェルにしてもいいと思います。ここで一度30秒を硬化します。次、硬化しましたら、ここで、爪にしっかりとフォルムを作っていきたいと思います。まずは、全体に薄く1層塗り、こちらも全体に薄くですね。ココイストではスリップレイヤーと呼びます。まずは表面を濡れた状態にします。これは薄くてもいいですよ。その次ですね。はい、じゃあジェルをたっぷりめに塗っていきたいと思います。はい、ジェルはスリップレイヤーの上で自由に動いてくれますので、筆の角を使って爪全体に広げていきましょう。はい、全体に乗りましたら、今度こちらフェイスダウンと言って指をひっくり返してもらいますね。はい、見えますか？そうするとジェルがこう自動的に下にこう垂れてくる、そういう力を利用します。そして一番いいところにハイポイントが来るようにジェルを動かして誘導していきます。綺麗な形になってきました。で、ひっくり返して戻した時に、そしてこの時にはセルフレベリングの力を利用して綺麗にプルーンと美しい形ができたのを確認しましたら、ライトに入れて硬化しましょう。ココイストのベースジェル、どちらも本当に人気商品です。お客様からの支持をたくさん得ております。ぜひ皆さんご使用ください。